第543期修練生ケビン・グラハム。大いなる女神の名のもとに、汝を聖杯の銃騎士に任ずる。拝命しました。我が血と肉は七王の断りに、魂は女神に捧げることを誓います。ん？その若さでの任命、いささか異例ではあるのだが、そなたの適性および研さんが実を結んだものであると信じよう。これより先は女神のしもべとして、奇跡の守護者たるべく励むがいい。やあ、ケビン・グラハム。無事お偉いさんの審議をくぐり抜けたようで何よりだ。よきかな、よきかな。セルナート教官、いろいろとお世話になりました。まさか守護騎士ほどの方に監督していただけるなんて思ってもいませんでしたわ。殊勝な態度だな。とても身一つで風聖章に乗り込んで、俺を騎士にしてくれなんて頼み込んだ少年とは思えないくらいだ。あれはその、俺も若かったってことで。まあちょうどその場に居合わせていたからこそ、私も君に興味を持ったのだがね。しかしその君がまさかルフィナの身内だったとはな。どうせだったら彼女を頼って門を叩けばよかったものを。いやその、いろいろと事情がありまして。ま、司祭はいいさ。これで君も晴れて我らと同じ教会の犬となったわけだ。これからよろしく頼むぞ。ええ、こちらこそ。しかしその犬っちゅんはさすがに身も蓋もなくないですか。痛いけな新人にかける言葉やないと思うんですけど。君が痛いけという玉か。それに我らの実態はまさにそういった類のものさ。秘跡の匂いを嗅ぎ回り、それに見入られし下法あらば喉に食らいつき噛みちぎる。これを犬と言わずして何という。ま、散々脅されましたし、今さらビビりはせえへんですけど。でも分かっているさ、青少年。君の大事な人までそんな風に呼んでほしくない。つまりそういうことだろ。だから違いますって。ルフィナ姉さんはその俺の恩人っていうだけです。別にそんなつもりは。そんなつもりってどういうつもりなのかしら。えっ、ルフィナ姉さん、確か任務でレミフェリアに行ってたって。あなたの叙任式に間に合うよう頑張ってお仕事を終わらせたの。おめでとう、ケビン。まさかこんなに早く一人前になってしまうなんてね。ルフィナ姉さん。まだまだ半人前もいいところや。早いところ姉さんたちの足元くらいには追いつけるよう頑張らへんとな。あら、ずいぶん謙虚なのね。ところでリースにはもう知らせたの？いや、今夜にでも手紙を書いて出すつもりや。あいつ、俺がいきなりアルテリア行きを決めたからえらい腹立ててるみたいでな。なんとか機嫌を取っとかんと。
暇ができたら一緒に里帰りでもしましょう。それからありがとう、アイン。貴重な休暇を潰してまでわざわざ面倒を見てくれて。なんの、なかなかいい暇つぶしだった。武術にしても砲術にしてもそこそこ筋は良かったしな。もっとも実技ばかりで教養の方は今一つだったが。ああ、そんなことだろうと思ったわ。とそうや、総務局の人に呼ばれてたんや。新しいメダルと部屋の鍵を受け取りに行かへんと。そんじゃ姉さん、また後でな。あ、どうした？やはり身内を危険な仕事に引き込みたくはなかったか。ううん、どのような道を選ぶかはあの子の自由だから。でもお前が自慢するだけあって筋もいいし根性もある。必ずやいい騎士になるだろう。それにルフィナ、これは私の勘なんだが、ひょっとしたら彼はあなたと同じように成功が現れるかもしれない。うん、選ばれぬ身でそれに気づくか。つくづくお前が守護騎士の一人であったらと改めて思い知らされるよ。いくら親友でも褒めすぎよ。武術も砲術も十人並み。聖騎士になれただけでも上出来と言えるくらいだわ。そう思っているのはお前だけさ。例の蛇が絡んだ事件、尋常ではない使い手が相手だったそうじゃないか。それを見事にあしらって解決に導いたと聞いているぞ。あれは相手がわきまえた人だったから落としどころに持っていけただけよ。でもケビンは違う。私なんか比べ物にならないほど優れた素質を持っているわ。でもね、あの子は優しすぎるのよ。優しすぎて自分を追い詰めてしまうくらいに。王子、あんたか。どうやら夢というわけでもなさそうだな。違いない。シェラ君ならともかく夢の王者に酒飲み友達というのはいささか僕の流儀に反するからね。お前さんらしいな。しかしさすがにシェラザードは酒飲み友達にはならないか。シェラ君には飲まれても彼女の酒には決して飲まれるな。リベールで得た教訓の一つだよ。そらまた随分と貴重な教訓だったようだな。さてと、
どういうことなのか、できれば説明してもらえるか。久々の王政に感涙して、熱いベーゼと抱擁を交わす前にね。まったく。さすがと言うべきか。お二人ともこんな状況で、全く動じてへんですな。むむむ、これはどうしたものか。にわかには信じられないだろうが、これが我々の置かれた状況だ。まずは受け入れた上で対処していくしかあるまい。ああ、ミラー、君は一つ勘違いをしているよ。すでに僕はこの状況を現実として受け入れているのだから。ならばどうしてそのようなしかめ面をする。決まっているじゃないか。ヨシア君、クローディア殿下、ティータ君にジョゼット君、そしてユリアさんに初対面のリース君。一体誰から再会の抱擁とベーゼを交わそうかと悩んでね。本当に相変わらずですね。ねえヨシア、本当にこれが帝国の王子殿下なわけ？一応そうみたいだね。とまあそれは半分冗談だとして、話を聞いている限り事件の謎も少しずつではあるが明らかになっているようだ。その意味では僕も喜んで協力させてもらいたいところだが、その前にいくつか確認しておきたいことがある。そんなところか。さすがジンさん、話を聞いていて僕と同じような疑問を抱いたようだね。同じような疑問？何か気づいたことでも？そうだな、いくつかあるんだが、まずは何度か現れたという女の霊という存在についてだ。彼女ですか。確か偽のグランセル城の女王宮で最初に現れたんですよね。ええ、殿下の元に至るための鍵を我々に託してくれました。しかし最初に現れたという意味ではそれより以前のようですね。確かに俺とリースが最初にこの場所に飛ばされた時に聞こえてきた声、どうやらあれも彼女だったみたいです。そうですね、最初は声だけだった存在が姿を見せ始めている。あの黒いお兄さんが言ったことを裏付けているかもしれませんね。なあ、王に力を奪われた隠者という呼ばれ方、そして庭園の主という表現か。そしてそこの石碑には隠者の庭園という言葉が刻まれているという。それらの話から推測すると、この拠点そのものが彼女に関係している何らかの場所だということか。なるほど、ちょっと納得かも。ここってわけがわからないけど他と違って妙に居心地がいいし。少し見えてきましたな。どうやら彼女はもともとこの場所にいた存在らしい。しかし影の王のせいで力を奪われてあんな姿になった。そんな状態にもかかわらず俺らの手助けをしてくれている。その意味では各地に点在している石碑も彼女ゆかりかもしれませんね。まるで僕たちを導くかのように置かれていますから。そう、そして同じことが
ある重要な品についても言える。ケビン神父、君が持っているその宝石だ。あ、その宝石の正体は今のところ定かではないが、少なくとも彼女ゆかりの品である可能性は高いと思う。どうだろう、この読みは。いや、大したもんですわ。正直この混沌とした状況でかなり情報が整理できた感じです。しかしそうなると、ただ前に進む以外にも目的が一つ増えましたな。彼女の力を取り戻して詳しい話を聞かせていただく。つまりそういうことですね。ええ、その通りですわ。多分そうでもしないと、あの影の王たちにはとても対抗できへんでしょう。確かに。それはそれでいいとして、もう一つだけ確認したいことがあるんだ。え、まだあるんですか。ああ、その影の王についてさ。単刀直入に聞くが、君心当たりはないのかい。どうして俺に。いや、何、話を聞いていると君にご執心のようだからね。亡くなられたというリース君の姉上についても知っていたようだし、さらに悪魔などという君たちの聖典ゆかりの存在すら召喚して刺激するくらいだ。そう言われると確かに。ただ残念ですけど、特に心当たりはないですわ。どちらかというと俺より聖杯騎士団に敵対してる連中なのかもしれません。こう言ってはなんだが、敵が多そうな組織のようだから、それもあり得る話か。ま、かくいう僕も敵が多いという意味では似たような立場にあるけどね。まったく、何を人事みたいに。敵の正体に関しては引き続き保留になりそうですね。もう少し相手から情報を引き出せるといいんですが。ああ、今度現れたら何とか聞き出してみるとしよう。そんじゃ、例によって準備を整えたら早速出発するとしますか。目的地は第四聖槽、合流地点にある天維人の先やね。ケビン？ん？なんや？なんか他に言っとくことでもあったか？いえ、少し体調が優れないので、私は遠慮させていただこうかと。え？申し訳ありませんが、ケビンをよろしくお願いします。無茶はしないと思いますが、爪が甘いところがありますので。リースさん？え、ちょっと！いいのか、追いかけなくても。すいません。ちょっと行ってきますわ。リース！おい！リースってば！なあ、何怒ってんのよ。ああ、そっか。さすがにお前の知らへん連中ばっかやもんな。なのに俺だけ盛り上がって、少し無神経やったかもしれん。すまん。謝るわ。まだごまかすの？え？確かに、私が少しだけ疎外感を感じていたのも事実。さすが、例の事件で一緒に危機を乗り越えてきた仲間なだけはあるって思った。ま、いろいろとあったしな。正直、
寂しかったし羨ましかった。この5年間ケビンはずっと私のことを避けていたから。私の知らないところで仲間を作っているケビンを見てほんの少しだけ悲しかった。ディース、でもそれでもいいと思った。あの日姉様があんなことになってケビンは傷ついていたから、自分を責めて追い込んで汚れた仕事ばかり引き受けて。擦り切れそうになっているのは噂で聞いても分かったから。だから気を許せる仲間ができたことは寂しかったけど嬉しくもあった。リス、あのな。でも違った。ケビンはあそこにいる誰に対しても気を許したりはしていない。心が冷めきっているのに表面だけ調子を合わせてるだけ。感情を完璧にコントロールして気さくな人間のふりをしてるだけ。しばらく見ててやっとわかった。ああそりゃまた妙な心配をされたもんやな。悪いけど俺はそこまで器用やあらへんで。嬉しい時は嬉しいし怒りだってそう抑えられへん。お前も昔から知ってる、見たまんまのわかりやすい男や。確かに影の王の言葉には本気で動揺してたみたいだね。ケビンは気づいている、あの人たちが何を言ってるのかを。なのに他の人にはわからないふりをしている。うん、ひょっとして自分自身にも。何言って。新たなる供物を喰らい、汝が印を発言させるがいい。あれはどういう意味なの？なあ、リス。お前は少し疲れてるんや。え？俺への怒りと不満、それが変な風に結びついて、見当外れな方向に向かってる。疲れてるから、そんな風に悪い方悪い方に考えるんや。正直、お前には悪いことをしたと思ってる。忙しかったのは確かやし、合わす顔がなかったいうのも正直なところや。でもこれから一緒に仕事することになるんやから。もういい。え？あ、いい加減にして。そんな空ごと私に通用すると思うの？銃騎士失格だけど、このまま一緒にはいられない。これ以上空っぽなケビンを私は見ていたくないから。だからあ、ケビンさん。ヨシュア君か。みっともないところを見せてしまったみたいやな。いえ。なあ、ヨシャ君。君、俺のことある程度は調べたんやろ？それなりに。ゲホーガリ・ケビン・グラハム。
聖杯騎士団を率いる12名のドミニオンの一人、そして許されざる滞在人の処刑を一手に引き受けているという代行者。さすがやな。エステルちゃんに近寄る男の経歴くらいは徹底的に調べてるか。ええ、しかしあなたは罪人以外、その意味で当面は危険はないと判断したんです。なるほどな。やはりワイスマンはあなたが。ああ、もともと俺の任務は奴を消すということだけや。それ以外のことは全て仕込みと目くらましに過ぎん。君らとの協力関係もな。わかっています。エステルがグロリアスに連れ去られた一件、あれも多分あなたは最初から見越していたはずだ。そこまで見抜くか。そう、俺はエステルちゃんがさらわれる可能性に気づきながら何の対応もせえへんかった。彼女を餌にすることでワイスマンや居場所の不明な君の動向をつかむつもりやった。そうでしょうね。それでも僕はあなたに感謝しています。あなたの協力がなかったら僕は教授の操り人形のままだった。何よりも大切なものをこの手で壊してしまうところだった。その借りは一生かかっても返せないと思っているくらいです。大げさやな。言っておくけど、あれは君のためにやったんやないで。君の呪縛が解けることで奴を動揺させて隙を作る、それを狙ってやったことや。それでも僕はあなたに感謝せずにはいられない。その正体を知ってもなお好意を抱いてしまうくらいに。君、結社を抜けて正解だったかもしれへんな。向いてへんで、どう考えても。今更ですが僕もそう思います。リースさんの代わりはしばらく僕が務めましょう。彼女ほどではないでしょうが、ケビンさんのバックアップを務められると思います。だから狩りとか考えなくてもええっちゅうのに。でもまあええか。君かてエステルちゃんのことが心配で仕方ないところやろうし。ありがたく力を貸してもらうで。ええ、そうしてください。応援よろしく。行くぞ。
ですか？お薬とかお持ちしますけど。バカ、あれは怒ってんだからさ。だからこのエセ神父がなんか言っちゃいけないことを言っちゃったんだよ。それでカチンときてああやってムスッとしてるんだから、声なんてかけない方がいいって。でもほら、ここは僕らに任せてとっとと探索に戻りなよ。あんたがいたら余計こじれるだけだろ。そやな、よろしく頼むわ。じゃあリースさん、ケビンさんと喧嘩。でもあんなに元気ないし、どうしたらいいんだろう。あれ、なんやものすごい罪悪感が。ケビン、嘘をつき続けるならそれでもいい。それでケビンが満足なら。でもそれなら私には話しかけないで。それにしてもヨシュア、ずいぶん久しぶりじゃないか。クロスベルを訪れていたそうだが、カルバードには足を伸ばさないのか？ええ、そのうちぜひ行きたいと思っています。ただ今はちょっとエステルと人探しをしていて。いろいろあるみたいだな。そういえばシェラさんの手紙で知ったんですけど、キリカさんが帰国されたそうですね。何でもギルドを辞めて共和国政府にスカウトされたとか。キリカさんというとサイス支部の受付をしてた。へえ、そうやったんですか。ああ、新しい職場で忙しそうにしてるぜ。何しろあの気象だから手を抜くことができないみたいでな。早くもラツワンを振るって同僚や部下に恐れられてるらしい。キリカさんらしいですね。しかしまさかこんなことが現実に起こっちまうとはな。ただまお前さんたちの頑張りのおかげで見えてきたこともあるようだ。今はそいつを手がかりにして先に進むしかないだろう。煉獄の鏡や戦車、まさに聖典に描かれている通りだな。王との偽物を作るほどの敵だ。この程度は芸のうちということか。私とて大司教の講義を受けている身、まさかあのようなものが出てくるとはな。オリバルト王子、あれからおかわりありませんか？帝国の社交界でご活躍とお聞きしていますけれど。まあ今のところは猫をかぶらせてもらっているよ。しかし優雅で華やかなだけの貴公子というのは肩が凝ってね。いつか檻を見て僕の真の姿を大々的に披露するつもりなのさ。そう、ラブゴスペラーとしての真の姿をね。アホが。ラブゴスペラーってあんた。あのゴスペル以上に危険な香りがしますね。おかわりないようで安心しました。この庭園はあの女性の霊に関係のある場所のようですね。そういえば他の異空間とは違って何かに守られている気がします。
話を聞く限りではどうやら全員同時に取り込まれたようだな。俺だけ先に取り込まれ、このお調子者が外の世界で好き放題していたらと思うと気が気ではなかったが、なんとなくわかる気がします。どうやら我々は巻き込まれ、しかしその女の霊というのがまたいいね。たった一人影の国に取り残されてしまった美しき亡霊なかなかゾクゾクさせてくれるじゃないかしかしこの現行くぞ、応援よろしく。煉獄の加賀王との、
Thank you.
これが第四聖槽への入り口でしょうか。ああ、聖槽間を結ぶ転移の魔法陣やな。この先も今までと同じように全然違う場所に繋がってるはずや。奇妙な魔物とやらが徘徊しているというわけか。なかなかドキドキさせてくれるね。中に入るんだったら覚悟を決めた方が良さそうだ。